18豪雪がもたらした積雪に渦漏れる。駅名標豪雪とは雪による雪害のうち、程度の著しいものを呼ぶ。大雪の類義語でもある。降雪量や積雪量による定義は存在せず、災害の程度が著しい場合に、気象災害名としても用いられる。世界的には高緯度で海岸に近い山地などに、豪雪地帯が見られるが、 日本のように比較的低緯度で平野に多くの雪が降る得意な例もある。温暖化による気温上昇で豪雪は弱まるが、寒冷な場所では温暖化が豪雪を強める可能性が高い。日本では日本海側の中部山岳地帯など、日本における最新積雪は世界的な値を示しており、世界有数の豪雪地帯が存在する。 1926年から1927年の冬は北陸地方で豪雪となった。北陸地方で昭和の期間は18年周期で豪雪になっている。1945年、1963年、1981年。数字は積雪を示す。1944年から1945年の冬は観測史上最も寒い冬となり、多数の地点で、 最新積雪の記録を更新した。数字は積雪を示す。太字は観測史上最大を示す。ありがとうございます。